君原賢治、君原賢治、君原賢治、1941年3月20日体は、日本男子の陸上競技、長距離走、マラソン選手。1960年代から1970年代、前半の戦後日本の男子マラソン第一次、黄金時代に活躍した、ランナーある。また、オリンピックには3大会連続で、男子マラソン、日本代表として出場した。 福岡県北九州市出身。出生当時、実家は小倉市、現、北九州市小倉北区で、小間物屋を営んでいた。五人兄弟の三番目で、姉、兄、弟二人がいる。中学時代、友人から、駅伝クラブに入るよう勧められ、断り切れずに陸上を始める。福岡県立戸端中央高等学校、現、 福岡県立響高等学校時代は、インターハイでも予選落ちを経験するなどとりわけ目立った選手ではなく、高校卒業後の就職活動も思わしくない中、八幡製鉄、現、新日鉄住金より、陸上部の長距離を強化する目的でスカウトされ、卒業直前に、ようやく入社が決まったという。ここで、コーチの高橋進から指導を受けて、マラソンランナーとして成長する。 初マラソンは1962年の朝日国際マラソン、現、福岡国際マラソンで3位に入賞。1963年の東京プレゴーリンでは競技場に入ってからベルギーのバンデンドリッシュを抜いて2着。その後も好成績を重ね、1964年の東京オリンピックの代表に選ばれる。この当時の君原を題材とした記録映画、 あるマラソンランナーの記録が黒木和夫の監督で制作されている。東京オリンピックに際しては日本の男子マラソン代表3人、他に津村屋幸吉、寺沢徹の中で最もメダルに近いという下馬評だった。ぶらやはどちらかといえばトラックと駅伝の選手というイメージが強く、マラソン経験が少ないことから有力候補とは目されていなかった。 しかし迎えた東京五輪本番では、君原はプレッシャーに押しつぶされ、実力を出し切れず8位に終わった。当時、オリンピックの入賞は6位までだった。一方のつぶら屋は、銅メダルを獲得する。つぶら屋とは代表として、半年間共に練習を重ねたことから、無二の親友ともなっていたが、その晩は、宿舎で床についたつぶら屋に先望としとと称賛の入り混じった。 複雑な上位抱き眠れなかったという。東京五輪終了後福岡に戻ってからの君原は、八幡製鉄陸上部の退部届を提出するほどに落ち込んでいたが、高知の高橋は君原の退部届を保留扱いのままにしていい。同じ頃に、箱根駅伝チーム強化を目論む、河野洋平の肝入りで、早稲田大学入学の勧誘を受け、一旦は入学を決意。 福岡から上京するが、最終的に、自分はすでに大学卒業の年齢を過ぎているして、辞退した。東京五輪男子マラソンの失敗はしばらくを、引きなかなか立ち直れなかったが、初めて女性からのファンレターが届いたのをきっかけに、相手の女性と交流を深め、高橋コーチは二人の結婚を承諾。結婚後の君原は、次第に復帰し、百六十六年には、 ボストンマラソンの他同年のバンコクアジア大会でも優勝を果たした。それから4年後の1970年バンコクアジア大会も金メダルを獲得。だが、メキシコシティオリンピックを目指していた1968年1月、故障に苦しんでいた最大のライバル、津村屋幸吉が突然自殺し、君原は大きな衝撃を受ける。ぶらやの葬儀の際、君原と 高橋コーチは、メキシコ五輪で日の丸を掲げることを誓う、という長文を送っていた。そのメキシコオリンピックの男子マラソン日本、代表選考は難航し、君原よりも、選考会のタイムが上回った、うね谷義明との比較になったが、高橋コーチが君原を強力に押し、君原に決定する。メキシコ五輪男子マラソン本番では、前回の無念を晴らす2位入賞。 銀メダルを見事獲得、先行過程での疑問を跳ね返した。レース後半は腹板に見舞われ、体調を十分に整えられなかった点で、自慢できる内容ではなかったと、後年述べている。それでも競技場へ入った後ゴール直前で後ろを振り向き、3位だったニュージーランドのマイケルライアが迫っていたのに気づいて、わずか14秒の差で逃げ切った。普段はバランスが崩れ、 スピードが鈍るという理由で、レース中に後ろを見ることは、ほとんどなかったが、この時の行動について、君原は、つぶらやくんの影の声が振り返らせたのかもしれないと思っているという。また、著書、マラソンの青春では事前に5回メキシコを訪れる、経験に恵まれた点を挙げており、君原自ら、スポーツにおいての平等の原則から見て、 メキシコの高所障害を経験しなかった者に勝っても、価値は乏しい。さらには、2位の表彰台に上ったが、感激も喜びもなく、ただ立ち尽くしたまま、日の丸を眺めるだけだった等と記している。31歳となった、ミュンヘンオリンピックにも、男子マラソン代表として選ばれた。レース序盤から、君原は、優勝争いには加わらずマイペースを貫くも、 後半に入ると徐々に順位を上げていく。惜しくも2大会連続の逸つはメダル獲得はならなかったが、日本人トップの5位入賞を果たした。なお戦後の男子マラソン日本代表選手で、オリンピックで2大会連続入賞の達成者は、君原のほか中山武幸しかいないが、君原の場合今日のルールであれば3大会連続入賞に相当する記録である。 翌1973年、競技の第一戦を退いた。引退まで出場した35回のレースすべてに完走。引退後も年に数回はフルマラソンへの出場を続けていた。優勝者が50年後に招待される2016年4月18日のボストンマラソンにも75歳で出場。4時間53分14秒のゴールタイムで無事完走を果たした。 生涯通算74度目のフルマラソン出場にして、74度目の完走だった途中危険は一度もない。レース後に走ることは続けます。フルマラソンは挑戦したい気持ちになれば、大きな区切りになったことは間違いないですとコメントした。コーチの高橋とは指導方法をめぐってしばしば対立した。その内容は著書マラソンの青春で知ることができる。 同書の中の2時間19分38秒の意識は、筆者が過失した上で、かつて中学校の国語の教科書、新編中学国語3教育出版平成2年に掲載されていた。また、首を傾けて走る独特のフォームでも知られた。これについては、苦しくなった時のあがきの走りであると述べている。練習やレースの際、苦しい時には、 まず次の電柱まで走ろうと念じながら走ったという。このエピソードは引退後に出演した公共広告機構、現 AC ジャパンのテレビ CM、捨ててはいけない君の人生でも紹介された。レースについては、イーブンペースで走り切ることを理想とし、駆け引きは好まなかったという。引退後、1991年まで新日本製鉄に勤務。翌1992年からは、 八幡西区にある九州女子短期大学で教弁を取りながら地域貢献活動を行った。九州女子短大を2001年に退職した後は講演活動や市民マラソンへのゲスト出場をしている。1997年から2009年まで北九州市教育委員、2009年4月より2012年まで北九州市立大学の特任教授、非常勤を務めた。 日本のマラソン界の将来について、君原は、私たちの時代は努力でカバーできていた。ケニア選手たちの走りを見ると、努力が及ばない素質の問題になると悲観的な見方を示している。今でも毎年、つぶらや高吉の母産は欠かさず、東京オリンピックへのトレーニング中の思い出にまつわるビールを破壊しにかけることが習慣となっている。上記のほか、 現役引退後の1970年代後半から2000年代にも数々のマラソンレースに出場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。